戦となりました。どんなあたりを意識して臨んだんでしょうか。まあ、先頭打者の戦いしっかりどう勝負するということを堀さんと話したら、それが実行できたので良かったなと思います。9回を投げ11奪三振失点、改めてどのあたりに手応えを感じましたか。出した走らせたら、まあ、先頭から、まあ、いい当たりはありましたけど、しかし今日は完成してくれたり、いろいろテンポよく投げることが良かったなと思います。今日は球数少なく行っていましたが、どのあたりで最後までという意識があったでしょうか。まあ、常にいつも最後までという気持ちを忘れず、まあ、昨日もピッチャー陣が座って昨日も球数なので頑張ってよかったなと思いました。そして9回ランナーを出して最後のバッターはホームランを打った後藤選手の勝負でした。いや、すごいいい技ですし、どこにでも打てるような技ですけど、しっかり自分の球で、勝負できたことが、勝ちにつながったのかなと思います。さあ、これで宮城投手自身2連勝となります。最後に今日も応援してくださったファンの皆さんに次回への意気込みも含めてメッセージをお願いします。まずは今日の応援ありがとうございます。明日はしっかり休んで、明後日からまたたくさん試合あるので、応援の方よろしくお願いします。ありがとうございます。今日のヒーロー宮城投手でした。それではお待たせいたしました。バファローズ応援団の皆さん、二次会をどうぞ。